手王者松井と続いています。左横風、現在微風となっておりまして、気温は28度。明日行われます優勝戦残り2つの椅子をめぐっての争いの準優勝戦の第11レース、対戦の6選手は1号艇滋賀の青木源太、2号艇大阪松井茂、3号艇滋賀の丸野和樹、4号艇が福岡の岡村啓太、5号艇岡山吉高九郎、そして6号艇が兵庫魚谷智幸、以上6メンバーの対戦です。陰線1号艇の青木源太、勝ち星は1勝ですが、3日目までは堅実な走り、そして2コース2号艇王者松井茂も大崩れがありません。さすがのさばきを披露いたしまして、枠なりの2コース3コースに3号艇の丸野、こちらも今シリーズ大敗なく、前走の住之江決勝進出でリズムの方は復調ムード、カロ戦には4号艇の岡村、5コース5号艇チルトゼロでの調整、伸び足症状か5号艇の下角郎、サイアウト6号艇の大谷、本番レースも枠なりの3対3、進入体系定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番の体系、準優勝戦の第11レース今スタートいたしました。スリット通過が大きな差ありません。一周一マークで向かう先行争い、最初の勝負どころ各メンバーが殺到。まずはインカレニューズ体制は1号艇、さあ2号艇が差し構え、3号艇が左右ちを差していく、バックストレッチ向こう正面でありますが、展開をついた5号艇の吉田角郎、左右ちの方から今度は3号艇の丸野も接近してくる、奇数号艇3社、上位の体制は1号3か1号3の体制か、後方向かっては2番4番6番という体制で、向こう正面からこれから2マークの旋回、スタートの方は前提正常です。さあ1号艇が回って3号艇が現在2番手の追走、内側のからさあ5号艇が差していく、上位の体制は現在1番5番3番の体制、後方向かっては2番6番4番という体制、レースはこれから2周目、リードは現在2停止1号艇青木、2番手水槽5号艇吉田角郎、3番手3号艇の丸野、後ろに向かっては2番6番4番という体制でこれから1マークの旋回です。ここは陰線を仕切る1号艇、そして2番手水槽5号艇の吉田角郎、3番手3号艇の丸野の体制変わらず、若干引きらめをなさってここで定冠が来ました。トップと2番手の定冠は3停止差、2番手3番手があっという間に5停止になりました。その後ろも3停止差、2号艇の松井は現在4番手、後方は4番6番という体制で、向こう正面中間点から2マークです。上位の体制は1番5番3番の体制、レースの方はこれから最終周回に入っていきます。ここは陰線を仕切って1号艇の青木源太、2番手追走5号艇の吉田角郎、そして3番手3号艇の丸野ですが、内をついて2号艇の松井が一定審査の追走、さあ3番手争い逆転があるかどうかといったところのファイナルアップです。上位の並びは1番5番3番の体制、今3周目の1マークを旋回、バックストレッチ向こう正面直線コースに入っています。2連単の1、5の組み合わせ 6.5 倍、そして3連単の1、5、3、19.3 倍を示しています。後ろに向かっては2番、4番、6番という体制。ラストアンマーク旋回体制1号艇の青木源太、このまま何もなければ明日の優勝戦は1枠決定ということになりますが、2番手追走は5号艇吉田角郎、3番手に3号艇の丸野、準優勝戦第11レース1号3の体制、今1から1号艇の青木源太合輪、2着号艇吉田角郎合輪、3着3号艇丸野合輪、2号艇の松井は4着、後ろは6番4番接戦でゴールインです。